サンフォードドール、サンフォードバラードドール、サンフォードバラードドール、1844年4月23日から1926年6月9日は、ハワイ王国、ハワイ臨時政府、ハワイ共和国、及びアメリカ合衆国の自治領ハワイ順州、政治家、裁判官。ハワイ共和国の最初で最後の大統領で、ハワイ順州初代知事。ハワイ王国の滅亡とアメリカによる、 ハワイ併合に重要な役割を果たした。ドールは、オアフ島ホノルルで、アメリカ合衆国メイン州、ノリジウォック、出身の白人プロテスタント宣教師の一家に生まれた。マサチューセッツ州で、同じく宣教師の息子として生まれ、サンフォードを追って、ハワイに移った後ドールフードカンパニーを創業した、ハワイのパイナップルを、ジェームズ・ドールは重邸にある。ドール一家は、 ハワイ王国において政治的支配力を強めつつあった裕福なアメリカ人移民によるエリート社会の一員であった。ドールは長じて法律家となり、ハワイ王、カラカウアやその妹、リリュウオカラニの弁護士として、また友人として使え、ハワイ社会やハワイ文化の西洋化を主張し推進した。ドールは1887年、アメリカ系の経済人、政治家、 サトウキビ農場主らが結成した政治組織ハワイ連盟の武装放棄に参加した白人市民たちからなる民兵部隊ホノルルライフル連隊の後ろ盾をてカラカウア大尉を迫ったハワイ連盟はカラカウア王に大尉の代わりに内務大臣のアメリカ人が起草した新憲法を受け入れさせたこの憲法はすべてのアジア系移民から一切の投票権を奪った また投票権に収入や資産などの一定の基準を設けたため、貧しい人々、アメリカ人やヨーロッパ人もいたが、多くは、先住ハワイ人は、選挙権を剥奪され、一方で、ハワイ人エリートや富裕なアメリカ系、ヨーロッパ系移民の政治力が劇的に強まった。さらに憲法は、王の権利を極小化し、数密委員や内閣の政治的影響力を高めた。 武力を背景にした、この、重権憲法で、ハワイ王室と大多数のハワイ人は、政治力を失い、白人農場主らを中心とする共和派が、王国の実権を手にした。ドールはこの後に、カラカウアオにより、ハワイ王国最高裁判所の判事に任命されている。1891年に即位した、リリュウオカラニ女王は、共和派と対立、王権を取り戻す。 新憲法を起案するなど王国政治は、騒然となった。ドールラ共和派は、ハワイ人たちの王政派勢力急進に、危機感を募らせた。1893年1月16日、両派の衝突で混乱する中、米国公使ジョン・エル・スティーブンスは、アメリカ海兵隊に出動を要請し、イオラニ宮殿を包囲させた。1893年1月17日には、 共和派が成長者を選挙し、王政廃止と臨時政府樹立を宣言したハワイ革命、ハワイ事変。ドールは当初孤児したが、結局臨時政府の大統領に就任した。臨時政府は王政転覆から48時間以内にハワイ王国と外交関係を結んでいた諸国から合法政府として承認された。臨時政府はアメリカへの併合を求めて活動した。同年、 グロバー・クリーブランドがアメリカ大統領に就任したが、マニフェスト・デスティニーはすでに終わったと考える。彼はアメリカの領土拡張には消極的であった。彼はハワイでのこの革命に不快感を示し、元会議員、ジェームズ・ヘンダーソン・ブラウントにハワイ内政の調査を依頼した。1893年7月17日、ブラウント報告書。 ブラウンドレポートが大統領に提出された。報告書では白人共和派が組織する治安委員会コミッティー・オブ・セーフティーがスティーブンス・コーシと共謀してアメリ海兵隊をハイに上陸させ、リウリオからに女王を武力で排除し、治安委員会メンバーからなるハワイ臨時政府を樹立する陰謀を進めていたことが述べられていた。この報告をもとにクリーブランド大統領は スティーブンス公使を更迭した。新公使アルバート・ウィリスは、リリューオカラニの福井と、立憲君主制の確立、及び女王による治安委員会メンバーの恩赦を求め、ドールらには臨時政府解散を求めた。しかし11月16日のウィリス公使との会合では、リリューオカラニは恩赦を拒否し革命参加者への挙刑を要求した。 リリュウオカラニは12月18日のウィリス公使との会合では考えを変えて革命首謀者サンフォード・ドールとロリン・エイ・サーストンに対する処刑を考え直した。臨時政府は12月23日、ウィリス公使からクリーブランド大統領による要求としてリリュウオカラニの福井を案されたが、臨時政府はこれを拒否した。この時、ハワイ問題は、 アメリカ合衆国上院に審議が戻され、上院議員ジョン・テイラー・モーガンが新たに調査報告を依頼された。彼の1894年2月26日の報告書、モーガン報告書、モーガンレポートはブラウント報告書とは対照的な内容だった。革命は現地のアメリカ人が長年の王国の腐敗の結果を起こした地元の問題であり、アメリカ政府は 関係がなく海兵隊はアメリカ国民やその資産を守るためにのみ出動し、王政廃止には何の役割も果たさなかったと結論付けた。臨時政府は政権議会を開き、1894年7月4日にハワイ共和国樹立を宣言した。臨時政府メンバー首脳の内サーストンは大統領就任を辞退し、その結果ドールが大統領に選ばれた。 ドールは1894年から1900年までの間、ハワイ共和国初代にして最後の大統領を務める。この間ドールはサーストンにワシントン DC でハワイ併合のためのロビー活動を行うよう任せた。ドール政権は王政復古の試みによって幾度も危機に直面した。その最大のものは重権憲法制定後にもたびたび反乱を起こした。 先住ハワイ人のハワイ軍人、ロバート・ウィリアム・ウィルコックスらが割った、王政派による1895年1月6日の武力放棄であった。王政派は速やかに鎮圧され、1月16日には、リリュウオ・カラニが多くの銃器を貯蔵していたとして、反乱の死亡者の容疑で逮捕され、イオラニ宮殿に遊兵された。ウィルコックスら反乱死亡者らは、内乱罪で死刑を求刑されたが、 ドールは彼らに対する刑を減刑した。1月22日、約200人の命と引き換えにリリウオカラには、女王範位の署名を強制され、ハワイ王国は滅亡した。ドールは外交面でも成功を収め、ハワイ王国を承認していた国は結局すべて、ハワイ共和国を承認した。ウィリアム・マッキンリー大統領は、ドールに対し、ハワイ併合の暁には、 ハワイ準州の最初の知事に任命すると約束した。1898年7月4日、アメリカ会議は、ハワイ共和国併合とハワイ準州の説を定めたを採択。7月7日には、マッキンリー大統領が署名した。8月12日には、ハワイ編入が宣言され、ハワイの主権のアメリカへの異常の儀式が、イオラニ宮殿で行われた。この時、 ハワイ王国の国旗が下ろされ、正常旗が掲揚された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。